はい、メンズエステの店長山田でございます。ちょっとね、ここの一連人様にどう思われてもいいみたいな、ちょっと強めの音声上げてましたけれども、どう思われてもいいっていうのはちょっといまいちな表現ですな。ちょっと仕事云々じゃなくて、やっぱり他人の方というかね、自分以外の方に、ちゃんとした人間だと思われた方がいいですな、それは。人として正しい選択ができるとか、人として優しさがあるとかね。だからどう思われてもいいっていう言葉だけ取ると、その表現はちょっと間違っておりました。訂正させていただきます。他人に影響されることはないけれども、これが正しい言い方だね。他人に自分の人生に対して影響されることはない。けれども、やっぱり人様に、まともな人間だなと、筋が通してる、筋同士ができる人間だなと思われるべきですよね。人として正しい選択ができる、人としてまともな人間だと思われてた方がいいし、思われる振る舞いをする方が生きやすいと思います。生きて生きやすいって意味ね。なのでね、ちょっとだから若い方も聞いてるし、僕もだからね、思いだけでガンガンいろいろ喋ったりするけども、大事な説明が抜けてたりとかね、いうところもあるので、ちょっとそれは訂正したいですな。わかるかな、わかります、なんとなく感覚的なこと。だから例えばメンズエステのお仕事をいいなと思って、で、私はやってみたいなと思ったにもかかわらず、でも誰かに何か言われるかなとかね、そういうなんていうのかな、影響は受ける必要ないと思うけど、だって、まあ、メンズエステ知ってるのがあなたでね、他の方は知らなかったりするわけで、知らないで否定したりとかするじゃないですか。知らないで否定するってことは非常に無責任ですけれども、それを無責任だとも思わずに、しちゃうこともあるじゃん。だからそれはね、なんつうのかな、責められないんだけど、要は気づかないでその否定しちゃったりもするしさ、良かれと思ってやめた方がいいよって言ってくれてるとしたならば、それは否定すべきではないんですよ。あなたのことを思ってね、危ないからやめといた方がいいんじゃないのっていうのは優しさでもあるじゃないか。あるじゃないですか。なので、それ自体は否定すべきではないんだけど、ただ、それに影響される必要はないというかね、あなたはあなたの人生を歩むわけだから、知らない他の方に、アドバイスをされたからといって、それを鵜呑みにすることはないし、それがなんか、やめた方がいいよそんなのっていうふうに言われたとしても、知らないで言ってるだけだったりもするじゃないですか。それに関して、じゃあやめとこうかな、誰々ちゃんがやめろって言うしっていうのはもったいなさすぎるという意味で言ったんですよね。なので、で、またちょっと話は変わりますけれども、他人様にどう思われてもいいんだと、自己中に生きなさいって言った意味ではないんです。やっぱり自分以外の他の誰かにね、ちゃんとした人間だと思われた方がいいし、人として正しい道を歩んでる人間だと思われた方が、まあもちろんいいです、それは。でやっぱり人様に対して、礼儀とか、その感謝とか、そういうのはまあ持つべきだし、持てない、私は勝手にやるわよっていうのもちょっといまいちなところもまあ ありますわな。だから分かる、ちょっと僕もでもこの感覚を伝えるのは難しい。だから影響されることはないんだけども、配慮が必要だし、感謝も必要。例えばだから否定して
ね、メンズエステなんかやめた方がいいよって心配して言ってくださってることに関しては、気にかけてくれてありがとうだな。やっぱりそう思う。ごめんなさい。訂正します。ただ、あなたの人生だから、あなたで判断すべきで、人に言われるからとか、なんか、後ろ、なんか指さされそうだからとか、そういう影響はされる必要がないということで、言わせていただきました。ですので、自己中でいいとは言ってないんですよね。私もだからいまいちですな、この、もう4、500回喋ってるのになかなか、その、正しく、頭で考えてることを正しく伝えられないというかね、誤解させてしまう表現があることも多々ございますけれども、ただまあまあ、いつもの話になりますが、メンズエステのお仕事、メンズエステのセラピストさんのお仕事っていうのは素晴らしい仕事でございますから、それは、素直に信じてもらってもいいと思うし、僕はぜひお勧めできると思ってます。それが知らない方とかね、に否定されたりとか、なんか、変な目で見られるとかっていうのは思う必要ないし、だっていい仕事だから、人様に癒しを提供して、優しさで接客施術をすることで、人様、お客様がね、それで頑張って生きていける、勇気を持って生きていけるっていうようなね、感じの仕事でございますので、それはまあ僕は自信持って言えるから、安心して飛び込んできていいです。ただ、やめといた方がいいんじゃないって言ってくださった方も優しさでね、あなたのことを思って言ってくれてるかもしれないから、それを突っぱねるような、私は私だからっていうじゃなくてね、あ、そう言って、心配してくれてるのはありがとうという、やっぱり感謝は必要かもしれませんな。ちょっとだから、伝えるってのは難しいよね。難しい。偉そうに YouTube でこうやって喋ってますけど、今日もね、何本か喋りましたけれども、間違えて伝わってしまうってこともあるから気をつけなきゃいけませんな、この発信者っていうのはね。なのでちょっと、2、3訂正させていただきましたけれども、でも、明日、面接に行ってください。明日、問い合わせしてみてください。近所の面接室にね。あなたは、これを聞いてるってことは、もう出会ってしまったんだから。で、興味持ってしまったわけでしょ。だから、やるべきだと思います。チョイスしなかったらね、後悔があるかもしれない。やって、ダメだなと思ってやめるのと、興味があって、でもなんか不安だなと思ってやらないのとは大きな違いがあって、やっぱりやって、口に入れてみてね、あ、これは私のやるべき、食べるべきものじゃないと思ったら吐き出せばいいけれども、僕は美味しいと思ってるし、口に入れてみたら美味しいと感じていただけると思ってるし、あなたが、興味あるな、免税して、お金も必要だし、時間の余裕も欲しいし、とにかく癒す仕事したいんだなと思いながらも、何かの理由で、チョイスしない、一度もチャレンジしないとしたならば、それはやらなかった後悔っていうのがね、生まれると思います。ぜひ、チョイスしてチャレンジしてみていただければ、話した甲斐があったなとは思いますけど、まあ僕のためにやるわけじゃないからね、あなたが決めたらいいんですけど。ということで、ちょっと、まあ、今後もね、いろんなミス、ミスアナウンスもあるかもしれないけど、伝えたいという一心で喋ってますので、まあまあ、間違ってた間違ってたよって言ってくれたらいいし、多めに見て、いただければちょっとありがたかったりもしますけれども、まあまあ、やめます。もうしつこいからね。では、すいません。ありがとうございました。明日も更新させていただきます。